先輩たちに聞いてみよう。 YouTube 生活ぶっちゃけどうですか男子編。わーどっこいしょ。メイカちゃんがねここに読んだ理由の一つとして、あの、はい、すげー紆余曲折を経てるじゃないですか活動が。めちゃくちゃ紆余曲折ありましたね。俺ほがってやつおらんで多分仕事しながら趣味で配信を出てて、うん、まあプロデューサー側の話なんですけど、女のメイカの話なんですけど、はい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 昔のね、はいはい、でそれであのやってるうちになんか、まあ、アイディアばっか出るけど試す時間がないと、だからちょっとで仕事もちょっと嫌なことあってやめたいなみたいな。ああなるほど、ゲーム会社なんかゲーム会社こう転職結構転職でキャリアアップってよくある話なんですよ、だからもうちょうど何数年働いたし転職にいい機会だなと思ってちょっと1年間好きにさせてくれって話を親父にして、でお仕事辞めて1年間活動に専念して、まあ、その年に結局紅白だったのかな。あすげえスピード感やな、デビューしてから今までの感想じゃガチさんで、ね、今でも夢を見ているのではないかと時々思う。エモい、エモさん、エモいよ。自分で今一番に食い込んだね今すごいエモいでしょ。エモいっすね。はい、じゃあベスさん今日ももう一度そう便利に使いやがって俺を便利に使いやがって切りやすい。最初が大変すぎてぶっちゃけデビューした当時、ああなるほど、ロスターズっていうのを、まあ、まずやっぱまあ、言ってしまえば全然知られてなかったっていうのも、まあ、今でこそホロライブのお姉さん方ともこうお話しする機会はありますけれども、あの最初はもう喋っちゃダメだったんですよ。あ、そんなレベルだったんだ。最初は絡まないっていう感じだったんです最初は。実際別物だったの。僕12月にデビューして5月までの半年間で1万人いかなかったっすかね、チャンネル登録者。いやそうだったよね、本当そうだよね。うわそうなんや、なかったっす、チャンネル登録者1万人いかなかった。はい、これ聞きたかった。 YouTube の活動を続けるテクニック続けるですからね。大事よ テクニックね。これだからこれ2人の回答気になるわ。まあまあ、いやでもこれはでもちょっとこれね、これ面白いんですよね。じゃあちょっとめくってみていいですか。はいどうぞ。ドン。はい、2人被ってますこれうわあ、うわあいつはあんだけ伸びて俺はダメだ、もっと頑張る。ああ、リアルな話だよな。リアル、うわちょっとこれはもう、でやりたくないことに手出して、うん、楽しくなくなってやめるんす。やめる人はなるほどな、で僕はまだやりたいことの範囲内でやれてるから楽しくやってますけどリアルだな真面目だわ本当にリアルやね、ガチなやつだね。上を見てるよね、あんまり下ばっかり見てるとなんか良くないし、逆に上を見ても心折れちゃうんだけど、常に不満を抱えてないとやっぱりこう原動力にならない。深いな。あじゃあ12年満足してない。もう全然もう欲求不満だらけだよもう欲求不満だらけだ。たまっとうたまっとう。まあなんか多分今この2つ見て、あ考え方出るなって思ったんですよ。その俺の考え方って多分0から1に行くための考え方なんですよ。そのなんだろう、0から1って言うと1って言うと失礼かもしれんけどちょっと待ってガチさん顔うるさい暇やから裏方になりたくなくてやっぱやってるんで、ガチと、で多分、やってることほぼ裏方やったんですよ紅白。そうだね、紅白は実にそうやったよ、司会とかはやれども結局のところはその準備とかのムーブが重くて、まあ、その辺がちょっとうまいこと噛み合わなくて、まあ一旦お休みして考え直そうかなってなってるしね。じゃあこれ満足しない超大事やな、覚えて帰ろう。マジ大事っすね俺もそうだなと思って。ありがたいことに同人作家として今まで私やらせてもらってて、まあ今コロナで同人誌が書けないっていう状況にあるんですけども、自分の人生の時間をがっつり使うっていう意味では VTuber でも同人作家でもあんま変わんないんですよ。はい、ただ VTuber が同人作家よりも一つ有利なことが明確にあって、在庫のリスクがないんですそれはね原価もかかんないしね原価もかかんないです。だからね、強いよ。やってこれが売れなかったらどうしようっていうストレスが全くないっていうのが、これはだから言うたら僕も12年間抱えてたストレスなんですけど、これがね、なるほど、これがないっていうのはやっぱ何か解放感はあります。やっぱ同人作家と比べたら、はい、実はこれで困ったり悩んだりしてます。はいはい、じゃあこれか、真面目かってもう今日一日明日のことすらも考えられないぐらいの中で生きてるんで、もうその先のことはなるべく考えないことの方が多いんですけど、
だこの生活がなくなったら、だから言ってしまえばもうパソコン1台取られたら俺どうなっちゃうんだろうって。あー分かるわ、分かる、なんもできへんな。そう、1日だけでもパソコン触らないでとか取り上げられたら俺何ができるんだろうと思っちゃったりするんで、ね、そっか、この生活以外だから考えられないのが中ではこう不安定かなみたいな感じですね。今更再就職できません。無理だ。無理だ。いや、今日ぶっちゃけですから。いや、ぶっちゃけますよ。言っても。ぶっちゃけますよ。何でも言いますよ。じゃあ、まず一個いいですか。いいですか。あるんですか。やっぱいい生活送れてますか。はい。どないです。銭？あ、銭ですね。もう。マネーですね。マネー。いろいろと変わってくると思います。マネーどうです。初ぶっちゃけですけど、1、2ヶ月目は僕生活できるか不安でしたよ。いやでもそうだな、あやっぱそうなんや。お泊まり僕はあ生活できないなってなりましたね、実際。うーん、ありました、ありました。今ではこうやっぱね、こうちょっとはありますけど、うんうん、なかったっす。デビューしてから1ヶ月、2ヶ月は あ俺これちょっとやばいなっていうのありましたね。この専業で月の最低値が7万5000円だった。8年ぐらい前、月の収入、あリアルやな、それリアルでしょ。黎明期やな、まだ。そもそもゲーム実況者がその収益を得ること自体があの嫌われてたのね。うーん、ああそうやった、うん、昔はそうやった。そう、今じゃ多分し、そう、信じられないかもしれないけど、ゲーム実況者があの収益化をすること自体がみんなが叩かれる時代だった、うん、あったよ。我々も存在ね、あのゲーム実況者がお金を取るなって結構厳しく言われて、公式配信とか出るのもよく叩かれてたんですよ、うん、だから今言えばあの生きるために必死だったんだよ当時はね。だからその7万円でも貴重な金額ではあった、うん、でも不安だったね。いやだからね、これちょっと自分の配信でも前言ったんですけども、僕ね本当に同人誌一本なんですよ。他、うんうんうん、絵描きっていろいろポジションあるんですよね、はいはい、そのイラストレーター、漫画が兼任とか漫画一本とか、はいはいはい、でイラスト専門とかで同人誌もあるっていう中で、僕本当に同人誌だけだったんですよ。コミケがなくなってしまった今、実は僕お金を断たれた状態だったんですよね。はい、そうですね。あ、今のそうか、状況が危なかったのか。めちゃめちゃ危なかったんですよ。で偶然にも趣味でライブ 2D のこの側を個人の趣味で作ってたから、なんか岐路に立たされたんですよね。だからそっから、イラストレーターに行くのか、DL サイトとかそのファンザとかのエッチなそのインターネット販売の方に行くのか、 YouTube の方に行くのかって3択あったんですよ。でそこで僕 YouTube を選択したんですけど、やっぱ最初はね当然ですけども、出たてで収益が上がんなくて、うん、やっぱエッチなコンテンツを書き続けた方が良かったんかなとか思ってたこともありましたね。あの前のね、会社でラジオとかもやってたり、喋るの好きやし、実は YouTube が一番体に合ってるんじゃないかなって考えて、こっちの世界一本に絞ったんですよね。だからまあありがたいことにね、ここまで1年間やってきてなんとか形にはなってるんで、いい選択をできたかなって思うんですよ。そうね、賢い選択して分析してとかじゃないですよ、やっぱり。いやーそうですね、結果これしかなかったっていう状況です、やっぱ僕としては。で見ればそうだな、うん、伊藤ライフですね、なんとか俺をデビューさせてくれっていうお便りが死ぬほど来るんです。あーなるほどね、うんうんうん、まず側を書いてほしいって依頼と、伊藤ライフ箱を作ってプロデュースもしてくれっていう話がすごく飛んでくるんです。はい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 。でまあ、伊藤ライフのとこからデビューするしないは、まあ、置いといたとしても、今からデビューすることを考えてる人ってどうですか。知りませんって答えてます。いやそうはねんて、そうはねん、まあ、そうなるわな。それはそうわからんわ、ね、デビューは自分でしろってこと。あまずは、うん、結局そこやな、うん、そうで、俺こんな活動してきたんですけど、よかったら、で今ここまで努力してきました、よかったらライフ先生、あの自分も絵を描いてくださいっていうのはいいんだと思うんだよね。ガッツさん偉い、偉い、この話偉い。たとえ成功できなかったとしても、多分やったこと、チャレンジしたことって経験値として残るじゃないですか。残る、まあ、でもし、ね、V の次に何か新しいものがバーンってデビュー、ブーム来た瞬間、うん、うわこの流れ乗るでってできるかもしれないし、あそう、ね、だから僕はそういう意味でもやっぱやってみたいんだったらまずやってみたら、って放さず受けるか、
お、やった俺も受けようかな俺も受けようかなイエーイ、お得めつりで俺ももう一回受け直すかそれは一番分からんな、何期生になるんや、我々同期になるかもしれない同期になるかもしれない、これな、俺はドキドキ今後これやりたい、これ聞いときたかった、あこれのだから要はこっからじゃあ目標どうしていくかみたいなのをさえ来たんで答えていきましょう。はい、じゃあメカちゃんから、はい、もっとオリ曲欲しいしスタジオで収録したい、歌頑張りたい、はい、ちょっと真ん中の男祭り男も男祭り男性を集めてね、あーいいですね、なるほどね、オアシス作りましょう、どうしようか、外見で父ブラブラさせてるのどうしたらいいやろ俺は呼ばれた場合男枠に入れんのかな、いやもうずっと言ってるんだけど、まあ、うんうん、女性が集まった企画は V はどうしても女性が多いので、うんうんうん、男だけで集まったってのはあんまりないので、そうなんですよ、今日もう相当珍しいんですよ、そうね珍しいね、自分の配信史上男の声しかないって多分ない気がするんですよね、あーじゃあ泊まり入れたらちょっと話別ですけど、そうだ、ね、やっぱり頭おかしいのって男だけ集まったけど確かにそう、これは、うんうん、でそれってまあ女性から見てもあの面白いし、男から見ても実は男のだけの祭りって意外と面白いんですよ、猫かぶる、ね、わけじゃないですけど、女性がいないところでしかできない男子のノリっていうのはね、使いますから ね結局ね、そう MM 号のスタジオを作りたいって話をしてて、マジックミラーですか、そうですマジックミラーすごい出てくるから、あれをちょっと 3D 化してみてあれちょっとやりたいですよね、 おじさん突然おじさんになったで外から 見放題ってことさ、それ外から見放題ですね、そうだからあの対象者は中でやる、まあ、いろいろなんか何かをするってことです、はい、それ 3D 配信したいなって、マジか、確かに女性出ちゃうとまずいんですよね、そうですね、まあまあ、男祭りだったらありなので、うん、違いない、バーチャルマジックミラー号は新しすぎる、バーチャルマジックミラー号でローション相撲とかやってみたいですねおもろそう、おもろそう、男のローション相撲マジ本気であの、ね、やり合うからねガチガチ、うん、ガチ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 にこういやいいなその体張る企画やりたいっすわ、いやどうしよう、僕はあの柔道初段ですよ、うわ柔道強いやついたわ、ローション柔道ローション柔道は検定取ってない、検定取ってない、黒帯持ってへん、まあ年内って分かんないけど近いうちに考えこれはちょっといいっすね、 3D デビューせなんか早く